家坂孝三郎家坂孝三郎は、日本の医師、ハンセン病療養所である、国立療養所宮古南西園、国立療養所沖縄愛楽園所長を務めた。クリスチャンで、現在でも宮古南西園に教会がある、厚生会を結成した。1878年、新潟県三つ市に出生。早稲田大学の前身、東京専門学校、英語政治家卒業。 外交官になりたかったが、すでに医師になっていたご兄の勧めにより、医学に進む。1906年に、熊本医学専門学校を卒業後、同校実習病院、牧野研究所、芦ア,ア町立病院に勤めた。1922年、沖縄県衛生技師として、マラリア予防に、従事、1930年に、アメリカの大学から、沖縄県に、沖縄、これで、 ハンセン病に関心を深めた。1933年10月、宮古療養所所長を務めた。妻が病弱で単身不妊であった。1938年に同職を辞任後、沖縄県の健康保険医をしていたが、戦災で、那覇市の若狭町の自宅は被爆。時期は不明であるが、国上軍区子村へ移動した。沖縄本島の沖縄県健康保険課の食卓。 小座中央病院研究室長。1946年9月12日から1951年10月12日まで、国立療養所沖縄愛楽園三代目園長に就任。ついで小座中央病院に入院。1952年、没する。私は所長として諸君の病気を治療するだけでなく、 諸君の傷ついた心を神様のご恩恵によって癒し、光の道を歩ましめ、諸君をして、神による霊魂構成の実証者たらしめるために、私に成し得る最大限の努力をするつもりである、と語った。1927年、那覇メソジスト教会で、牧師、伊藤平次から、イエスサと、妻竜は夫婦揃って、洗礼を受けた。1934年1月、 名古の青木敬也の指導を受けたクリスチャンが、宮古療養所に来て、療養所で、リーダー格だった、中金久加元とは共鳴し合う仲となったが、中金久は1年余りで死亡した。1935年、海春病院から派遣された、乙部幹事が来て7名の受選者が出た。これを契機に、イエス坂は、新都24名休道者、約30名をもって、厚生会を結成した。 この会は戦争で一時空白があったが、平成22年現在、組織、宮古南西園内の教会ともに存在している。他に、日本キリスト教団やカトリックの教会もある。彼は、宮古南西園で聖書を講義した。その写真が残されている。寺子屋敷の聖人学校を作った。教師は入所者であったが、数とは元女学校の校長先生であった。 初代の宮古南西園所長として在職中の4年10ヶ月間、療養所の周囲に鉄条網を張らせず、監禁室を作らず、入所者からは自負のように慕われた。宮古療養所で彼の下に勤めた親泊高り順によると、イエス坂先生があまり人付きがされなかったのは事実であった。学級肌の気難し屋の反面、温かい心の持ち主であった。たまには、 エプロン姿でご自分の手料理を引っさげ、どうだ、賞味してくれと、いかにも愉快な場面もあったと書いている。クリスチャンで戦後沖縄愛楽園に勤務した看護婦の伊藤美智子は、イエス坂幸三郎について、リベラルな人物で、ハンセン病患者に対する国の強制隔離政策に批判的な考えを、早くから持っていたと書いた。患者の外出を激しく咎める村民には自ら、 出かけていき、急激な伝染病ではないことを説明し、病人を在任ししないでほしい。我々の兄弟姉妹同胞ではないかと訴えたという、文盲の患者に文字を教えて、聖書を講義し、入園者が村民の農作物に被害を与えると、自分のポケットマネーで弁償して、その患者のために祈り、訓戒教育した。大は、公衆衛生の行き届いた環境の中で、 栄養と休養のバランスの取れた生活をすれば、発病は少ないし、ほとんど伝染しない病気だよと説明した。彼女はプロミを、イエス坂園長の指示で注射をしたという。加藤、1994、10、宮古南西園30周年史より、南行きを、あの頃の思い出、1961年、沖縄県内農耕ブラック急所検診報告レプラ、10、 148、沖縄与那国島の来県新レプラ10、152、アジアとは消えても P339 オアシス、そして人がいた坂本幸三郎岡島、1994、264から266。ありがとうございます。